ブリティッシュコロンビア電気鉄道はかつてカナダのブリティッシュコロンビア州の南西部に存在した鉄道会社である PC エレクトリックの子会社として州の南西部の公共交通機関の運行会社として1890年代半ばに設立バンクーバーやニューウェストミンスタービクトリアなどでインターアーバント路面電車を運営した 後に BC エレクトリックの一部門として吸収される。1910年のブサー、路面電車 BC エレクトリックは、都市間電気鉄道と、路面電車への電力の供給を目的に、バンツェンコガントステーブ川には開発投資によって、水力発電所を建設。本線から独立した9.66キロの支線は、カナダ太平洋鉄道のラスキン駅からステーブ川の、 ステーブタケ発電所をつないだ。インターアーバンは、バンクーバーからバーナビーを経由して、ニューウエストミンスターへと続く路線、バンクーバーからリッチモンドへ続く路線、ニューウエストミンスターからチリワックをつなぐ路線の主に3本で、さらに、ビクトリアとサーニッチでも電車を運行している。路面電車時代の後、BC エレクトリックは、メトロバンクーバーとグレータービクトリアで、バスとトロリーバスを運行し、 これらは後に BC トランジットとして独立。ビクトリアでは1952年にトロリーバスを廃止したものの、メトロバンクーバーには現在も路線が残る。1961年に州政府は BC エレクトリックの事業を引き継ぎ、国営公社である BC ハイドロに鉄道事業を組み込んだ。その後1989年に BC ハイドロは、 鉄道事業を新たな短距離鉄道会社へと売却し、ブリティッシュコロンビアサザン鉄道として一部の線路は減損する。なお、スカイトレインのエキスポラインは一部に、ブリティッシュコロンビア電気鉄道の配線跡地を利用している。ありがとうございます。